武智幸、七7月10日から1963年10月11日は、日本の政治家。伊予市名誉市民、君一等随法省受賞。愛媛県伊予郡南伊予村下、三谷出身。1913年北予中学校を卒業。学生時代から政治家を志し、明治大学法律家卒業後起業、京。1918年県政会公認で、 松山市会議員に立候補し、当選。翌1919 19年には、愛媛県会議員にも立候補して当選。1930年の第17回衆議院議員総選挙に、愛媛1区から、立憲民政党公認で立候補し初当選。戦前は広田内閣の文部参与官、小磯内閣の内務政務次官、翌3政治会衆院米総務等を歴任。 商工委員会に属していた関係から岸信介と親しくなった。1944年には愛媛新聞代表取締役社長に就任し、翌年の1945年まで社長職を務めたが、政務多端を理由に辞任。戦後大日本政治会を母体にして結成された日本、新保党に参加したが、翌3選挙で推薦候補として当選したため公職追放。 追放解除後たの旧民政党系の政治家と共に民政給油会を結成したが、岸信介と共に保守新党を結成しようと主張したため、国民民主党と合同して保守新党を結成しようと考えていた大麻、忠親松村健三らと対立した。これが原因となって民政給油会は分裂し、大麻、松村らは申請クラブを結成し、 ブチやミヨシヒデユキラは新日本政治経済調査会を結成した。新日本政治経済調査会に、旧民政党経営以外の政治家も加えて結成された、日本再建連盟の公認で、ブチは1952年の第25回衆議院議員総選挙に立候補して当選し政界に復帰し、その後は、岸と行動を共にして自由党に入り、 1954年に本民主党の結成に参加。同年第一次、鳩山一郎内閣の郵政大臣に就任したが、翌年の第27回衆議院議員総選挙では、現職閣僚ながら落選した。1958年の第28回衆議院議員総選挙では、自由民主党の公認で立候補して当選し再び、政界に復帰したが、 健康を害して1960年に政界から引退。当選回数は通算8回。肺がんのため69歳で死去。自由民主党の元国会議員である一万人、竹臣はおいにあたる。ありがとうございます。